普段からやっている SNS が、まあ、YouTube を除いたら Instagram と TikTok なんですけど、ちょっと Twitter にももっと力を入れていこうと思いまして、インスタは投稿はなんかちょっとカッコつけたりした写真とか、あとはなんかおすすめのコスメとかを普段載せていて、あとストーリーはなんかこういう企画の時に質問とかを募集するために使ったりとかしていて、 Twitter はですね、なんか何も着飾らずに私の日常を結構な頻度でつぶやいていて、あとはマイタの写真を毎日ツイートしていますので、ツイッターの方もぜひフォローお願いします。はい、ということで今日なんですけど、この前ストーリーで募集した視聴者さんの恋愛相談に乗っていこうと思うんですけど、その前に今日はモッパンをしながら恋愛相談に乗っていこうかなと思っていて、今日はちょっと今からちょっとだけクッキングをします。何を作るかっていうと、ロゼ辛ラーメンって知ってますか？私もたまたま YouTube で見つけたんですけど、あのチェさんっていう YouTuber さんがあげてたロゼ辛ラーメンっていうのがすごく美味しそうで、作ってみたいと思ったので今からちょっと作ってみようと思います。今からクッキングするんですけど、いや、ももちゃんのクッキング見てもなみたいな方はあの飛ばして恋愛相談の方に行ってください。はいはい、では早速作っていきます。必要なものはですね、ちょっと調味料とか一旦置いといて、辛ラーメンとウインナーとチェダーチーズと生クリーム、あとはなんかちょっとずつやっていくっぽいですね適当。あ、玉ねぎはもうないな。玉ねぎありません。はい、ニンニクとウインナーとオリーブオイル、これを炒めて、お腹すいたお腹すいた、これずっとロゼトッポギが食べてみたくて、どんな味なんだろうってずっと気になってて、わ、400って結構ですね。生クリームこれですね。こんな感じです。なう。整形してたじゃないですか。で、まだちょっと腫れてたから1ヶ月くらいは。だから、なるべく運動をしないようにしてたんですけど、4日前くらいですかね、筋トレを再開しまして、ひなチャンネルさんに入隊したんですけど、もうきつすぎる。最近、この背中の肉、めっちゃ気になって、私こういうピチピチな服着るの。切るんですよ。でそれやっぱブラジャーからこう肉がはみ出てたんですよこの前。でもなんかちょっとなくなったかもしれない。あ、でもほらこうやってダンダンって三段腹みたいになってるじゃないですか。でここの三段腹とか、まあやっぱウエストとか気になるなと思って毎日やってるんですけど、4分半ぐらい湯がいていきます。あとはお尻は外股に開いて10キロのダンベルをでスクワット60回毎日やってて、それでだいぶお尻がね結構プリンってなってきてますね。最近ダイエットをまたしてますよっていう話です。いい感じになったのでチェダーチーズを入れます。チーズイン、そしてこうやって混ぜるようですね。できました。こんな感じです。まあ、やっぱ盛り付けもセンスっていうやつですね。皿からはみ出そうなんで、ちょっとあんまり美味しそうに見えないかもしれないですね。イエーイ。ちょっと辛い。あんなに生クリームとか入れたのに辛い。なんでだろう。コチュジャン入れなきゃよかったかな。食べられるけどちょっと辛い。うまいです。皆さん飲んでますか？私はもう一箱終わります。フトティクス飲むタイミング聞かれたんですけど、私適当です。朝になるべく飲もうとしてるけど、あ、忘れたみたいなのいっぱいあるから、そしたら夜とか、とりあえずその日のうちに飲んでます。食後とか食前とかは多分サプリメントだから大丈夫です。気にしなくて。結構大きいんだよねカプセルが。飲むの怖い人は、私薬剤師さんから聞いたんだけど、上向いて飲むと喉が閉まっちゃうんだって。だから
つっかえたりとかするから、下向いてこうグンってやるとスムーズに飲めるんだって。本題に入っていきましょう。恋愛相談ですね。毎日折り物シートつけてるぜで、やるときに外すタイミングを知りたい。私も昔は気にしてたんですよ。私も毎日折り物シートつけるから、だから私はいつも例えばラブホ行ったりとかしたら、ラブホ入ってすぐにトイレ入って折り物シート外したりとか、まあ、してたんだけど、最近になってからはね全く取ってませんね。気にしない。誰も自分からの誘い方がわからない。デートっていうこと、それともあっちの方ですか。まああっちの方で答えさせていただきますと、チンチンを触る星にエッチ誘われたらするって彼氏に聞かれて、やるって言ったらめちゃくちゃ拗ねて、帰り道は一言も話さなくて空気が悪くなりました。これ私が悪いですか。じゃあ逆に考えて、じゃあ彼氏がめちゃくちゃ好きな AV 女優さんがいるとするじゃん。でその AV 女優さんに彼氏が誘われてエッチしたらムカつかない。そうやって考えると、あ、自分悪かったなって思うと思うよ。21歳を超えるのに処女です。100万で買い取ってくれるジジイに売るか、クラブでワンナイトで捨てるかねまず100万で買い取ってくれるジジイはねあまりいないと思います。100万円の女はねなかなか私も聞いたことがありませんね。多分港区女子でも100万は使われないよ何歳で処女ですとか、何歳で彼氏いませんとか、すごい結構来るけど、全然そんなこと気にする必要なくない。ももちゃんはワンチャン周りの友達が反対する恋愛はやめた方がいいと思いますか。これに関しては私もめっちゃわかるけど、私も未だに男を見て別れた方がいいとか、なんかもっといい人がいるとか結構コメントとか来るんですよ。やっぱ好きなうちってなんかその周りに言われたからって別れようって思えないし、まあ例えばさ、なんか悪いことをやってる彼氏とかだったら私も嫌だなって思うよ。捕まりそうなぐらい悪いことしてる人とかだったら私も友達にやめた方がいいっていう。それはなんかやっぱ自分の身も危ないし、自分のことを考えてそういう彼氏だったら別れた方がいいと思うけど、別になんか私と男梅みたいに、じゃあよく喧嘩します、価値観合いません、で周りにやめた方がいいよ、もっといい男いるよっていうのだったら別に周りに従う必要はないと思う。価値観合う人間なんかまずいないから、合うと思ってるのは多分どっちかが合わせてるのね。そこをどうやって分かり合っていくかみたいな感じじゃん。私前にも話したんだけど、彼氏に結婚願望あるか確認するにはどうしたらいいですか。子供が出てるテレビとか TikTok とか YouTube とか見たりしない？私と男梅はポルポルちゃんが好きで、なんか男梅寝る前にポルポルちゃん絶対見るってぐらい、あの人の方がめっちゃ好きなのよ。やっぱそういうの見てると、やっぱ子供好きなんだなって思うし、自分の子供に習い事とかさせるとしたら何させるとかさ、でこういうのさせたいなとか言ってきたら、あ、この人結婚願望あるんだなって分かるんじゃない。彼氏のあれが小さくて遅いです。あ、これはね結構大問題なんですよね。チンチンはね手術しても大きくならないしね、それはねしょうがないんですよ。こればっかりは私にもどうにもできません。彼氏が他の人よりも性欲が全然なくて、どんな風に誘ったらいいでしょうか。もう一緒一緒一緒。なんかどういう AV 見んのって聞いてみたら、 AV のさ好みってあるじゃないですか。例えば私だったら自分がペチャパイだから、巨乳の AV 女優さんの AV とかをよく見るのね。ちょっと無理やりされる系をよく見るとか、なんかそういうの聞いて彼が好きなシチュエーションに持っていけばなんかできるんじゃないかな。毎日電話するのがめんどくさい、でもそれを言うのはかわいそう。あー、私毎日電話無理だな。やっぱ電話ってさ自分の時間すごい削られるじゃないですか。韓国人の彼氏かな。言葉で言わずに舐めてほしい時どうすればいいですか。あー、むずいよねこれ。顔にまたがるしかないんじゃない違うか初めてエッチする前日って何をすればいいですか。まず毛の処理でしょ。毛の処理かな。毛の処理ですね1年半曖昧な関係だけど、ちゃんとした彼女に昇格できる可能性はありますか。もうセフレから付き合うことできますかねとかっていう質問めっちゃ多いんですけど、私と男梅お互いに結構好意があってからのっていう感じだから、なんかもうほぼ付き合ってる状態でずっといたわけじゃん。他のセフレと男梅は全然違ったのね。今までのセフレと付き合えるかって言ったら付き合えない。本当にやるだけだから。曖昧ってどういうことかな。もしデートとかしてるんだったら可能性あるかもしれないけど、結構セフレから彼女になるとかっていうのはそんなに簡単ではないなって思います。上手な別れ方を教えてください。なんか一番言われて嫌なのは、私はあなたにもったいないと思うとか、あなたは私と付き合わない方がいいと思うみたいな、なんか勝手に全部自分で決めつけて別れを告げられるのって一番なんか言われた方からしたらはってなるのね。それは私が決めることだからお前が決めることじゃねえってなる
から、そしたら仕方ないなと思って別れられるのは遠距離とか好きな人ができちゃったとか、もう自分ではどうにもできないことだっていうことに関してはしょうがないなって思って別れられる。彼氏の喘ぎ声に引いちゃう私がいてるんですけど、男の人って大体の人が喘ぐんですかね。なんか私韓国の人は結構喘ぐイメージなんだよな。まあ海外の人っていうのもあるから、ああとか、ああ気持ちいいとかはなんか男も言うけど、やっぱ反応がないとこっちもさやる気起きないから、まあ、ちょっと反応があった方がいいと思うけどね。ない人よりは。ずっと友達以上恋人未満の人がいます。大好きだけど付き合って別れるのが怖くて告れません。発展したい気持ちもあるけど今の関係も幸せっちゃ幸せなんです。今の関係続けるか告るかどうしたらいいと思いますか。今の関係で幸せって思ってるのかもしれないけど、その彼が他の人に取られたら多分もっとなんかショック受けると思うので、発展させちゃった方がいいんじゃない。彼氏と同棲半年目です。最近些細なことでイライラしてしまいます。ももちゃんならどうしますか。ああ、例えばどういうことですか。彼氏がちゃんと片付けしてくれないとか家事してくれないとか、なんかそういうイライラだとしたら、私はあんまりないんだよね。まあ、男梅も結構あれやったらやりっぱなし、これ出して出しっぱなしみたいな多いんだよね。ドライヤーのコンセントをずっと差しとくのも嫌なのね。でも男梅は一回もそれを抜いてちゃんと閉まったことがないんですよ。でも私は一回もそれを男梅に言ったことがないの。できないの分かってるからこうやって言ったらあれだけど、人それぞれキャパがあるじゃないですか。多分男梅はまあ言ったら治るのかもしれないけど、多分いろいろこれやってあれやってって言っても一気にはできないじゃん。まあ私がやればいいかと思って、それに対してイライラとかもない。譲れるとこは譲った方がいい。体の相性はどうやって合わせますか。あ、難しいよね。だって相性はもう一発で合う合わない決まるもん。そっから合うってあんまりないんだけど、まあ、前戯とかの良し悪しだったら普通にもうちょっとこうしてとかって言って直していけば相性良くなると思うけど、入れた時の相性っていうのは多分絶対にどうにもならないと思う。喧嘩を毎日します。あー、わかんない。私も結構喧嘩毎日してた人とかもいた。喧嘩するって分かり合おうとしてるのよ、お互いのこと。どうでもよかったらさ、喧嘩するのも疲れるじゃん。なんかどんどん自分たちが分かり合ってきたら喧嘩も減るんじゃないかな。私男梅と全然喧嘩しないよ。今彼が中身完璧だけどクソブサイクなんですが、顔が許容範囲以外の中身完璧な人とは付き合いますか。私は付き合える。私本当に結構中身で選ぶ。元彼かっこよくない人とかいっぱいいるし、でもなんか付き合って好きになるとかっこよく見えてきません。彼氏とは学校が違く会話の話題がなかなか見つかりません。会話を続ける方法はありますか。確かに趣味とかも違ったら結構会話するのって難しいですよね。私も男梅と何も合わないんですよ。趣味も音楽も好きな食べ物も何一つマッチングする部分がないんですよね。で、会話したいって思ったら相手の好きなことを聞き出してあげたりとかする。私は今男梅すっごい筋トレにハマってるから、なんか筋トレのこといろいろ聞いて、でそしたら男梅もさ、なんか結構自慢げに話してきたりとかするじゃん。それで、そうなんだって聞いてあげてる恋の時お互い気分も上がっていい雰囲気なのに入れぬってなった瞬間砂漠になる。緊張してるんだと思う。考えすぎると砂漠になる。男梅も最近月1しかやらなくなったから、多分毎回毎回の恋がちょっと緊張してるっぽくて、男梅も砂漠なんですよ。今までは自家製ローションっていう感じですっごい濡れてたのに、もう全然月1になってからもう砂漠で緊張してるんだって言ってた。知り合って2回目で仲裁、3回目でホテル泊まろうと言われ、断ったら次会う約束も深夜0時を指定されて、また断ったら態度が急激に冷たくなりました。これはやりもくだと思いますか。これだけ聞くとやりもくに聞こえちゃうかな。自分に魅力がなさすぎて悲しいです。自分の魅力ってどうやったら伸ばせますか。魅力ってなんか自分では最初わかんないと思うんですよね。私もなんか自分の魅力よく分かんなかったけど、まあ、こうやって YouTube とか始めていろんな人からももちゃんは愛嬌があるねとか、なんか素直だねとか、そういうところが自分の魅力なんだなっていうのを知れたんですね。だからなんか人に聞いた方がいいかもしれない。人によく褒められるところが自分の魅力。ゴムつけてほしい時なんて伝えますか。ゴムはっていう彼氏が DJ やってて女と絡むの嫌になってメンヘラになって迷惑かけてて自分が嫌になります。いやもうね、仕方ない。それは私だって絶対に嫌。若干 DJ もホストじゃん。やっぱりそのクラブにその DJ の名前で
お客さんが入ったら多分ちょっとバックが来たりとかするわけじゃん。だから必死だよね、やっぱお客さん呼ぶっていうのも。やっぱ自分に好意を持ってくれた女の子の方がいっぱい来てくれたりとかするから自分の中でプラスとかにもなるじゃん。でも嫌だよね、メンヘラになってるって言ってるけど、でも今も付き合ってて我慢してるのはすっごく偉いと思うし、彼は韓国人なんですが元気が全くないです。痛いので言ったらやってくれますが本当にその時だけで、次する時はまた元気がないのを繰り返し毎日の疲れて諦めました。もーちゃんはどうしますか。マジで韓国人って本当に元気ないんだよな。私の場合はね、相手に尽くすってことじゃん元気って、まあ、彼がもしかして若いんだったら多分まだ自分のことしか考えてなくって相手のことを気持ちよくさせたいっていう考えがない人なんですね。私みたいに年を取ってくると相手のことを気持ちよくさせたいって思うようになってくるんですよ。それか前儀やってもらった時にあんまり反応がないとかじゃないの、自分のやっても全然気持ちよくなさそうじゃんとか思ってやる気にならないのかもしれないから、前儀された時にめちゃくちゃエロく会えたりとか、そうしたら彼の気持ちももっと高まってやってくれるようになるかもしれない。ももちゃんがおっぱに初めて会うときはどんな洋服着ていきますか。韓国人に会うとしたら私はちょっとセクシーな格好で行きます。だいたい韓国の人って好きなタイプ聞くと綺麗な人かセクシーな人って言うんですよ。マジで本当に9割ぐらいそうやって言うんですよ。だから可愛い系の服装よりはちょっとセクシーな格好の方が嬉しいと思う。彼氏のコンドームが減っているんですが浮気でもなさそうです。確かめる方法ありますか。私だったら急にダダンクイズです。コンドームはエッチするとき以外に何に使うでしょうかって言ってそれでエッチ使う以外の方法を答えてきたら、あ、その人はこうやって使ってるんだなと思って、あ、浮気じゃないかもって思うけど、エッチに使う以外なくないとかって言われたらちょっと浮気を疑うかも。ということでたくさん質問とか相談とかしてくれてありがとうございました。また期間を空けて第2弾とかやっていきたいと思います。じゃあねー。